キャラクターデザインの西谷さんが今回のなんだろうな、すごく大きな、この今回の映画の大きな部分を占める、もう本当に印象がもう繊細で、なんか性質だっていう感じのキャラクターを挙げてくださったので、もうそこに向けてみんなで色だったり撮影処理だったりっていうの、あともう音楽もそうですね、あと効果音も全部寄っていった、なんか、寄っていった感じです。